はいどうも、パールのランです。今日はね、ちょっと一人でやることになっちゃったんですけど、まあね、バシバシ喋っていくんで、リスナーの皆さんも噛んだけどね、いきなり。よかったら応援お願いします。じゃあ、タイトルいきますか。いきますか。それでは、せーの、パッパラッパー、イエイ。緊張でいきなりちょっと間違えたけどあれ今日は何曜日、今日はそうだね、日付変わって金曜日ですね。一人、そう一人だよ。もうどうなるかね、ちょっと不安なんだけどねそう、緊張しすぎてパッパラパーになったんだよ。もう本当にね、月曜だよ。あ、嘘月曜か。もう テンパってるよ俺この状況。意外とね、でも気づいたことね、広いねスタジオ意外といや広いっすね、一人だともう、え、何これ、何の罰ゲーム俺誰も来やんの。そうだよ、結構ね声かけてたんだけど、なんかうちの店はね結構シャイが多いのかな、なんかあんまり出たくないというか緊張するからね。頑張れ、ありがとう、頑張るよ。もうチーム、おいチームよコメントせんかい、めっちゃ笑ってる。そうだよ、笑うしかないんだよこの状況めっちゃ笑ってますやん。スタッフさんもね結構笑ってんだけど特別枠なのに一人、そう。いやでもね、まあ言うたらね、あの1対1だからね、バシバシ来てください。もう状況感じ間違えません王様やん、そう王様ですよ、もう今日は。オッケーオッケー、一人だよ。スタッフ呼ぼうか、スタッフ呼ぼうか、来てますけど笑ってごまかされるっていうね状況早いわ、そう早すぎるわダン君頑張れ、ありがとう何のための特別枠なんだ。そうやな、ショッツ呼ぼう。ショッツって誰、ショッツってえ、もう出ますショッツ、ショッツ呼ばれてますよ、なんなら早っ、ほんとだよね。坂月さん、坂月さんね、来てくれたらいいんだけどね。ランクを開花させよう、開花させて、もうみんな、まあ、とりあえずね、ちょっと飲もうか、みんな。いただきます、いただきます。上着ひょん柄、そうやね、派手やね、基本的にこんな感じなんですけどもランラン、ランラン、ありがとう。この笑い方大好き。そうやね、結構小バカにした笑い方って言われるんだけど、どうかな。頑張れ、ありがとう、よし。ん、何これ、よし、一、もう少し様子見てみよう力を合わせよ、合わせよ、誰とあ、そうやな、リスナーさんとな、お願いします。もうぜひ、そう、部屋飯来ればよかったな。ランランルー、ランランルー、はい、飲まんかい。そうだよ、イケメン、ありがとう。もううまいね、これがね。そうやって何に落としてきたの、あれ何が番外や、そうだよ、本当に1時間テキーラいっとこ、いいね、別にテキーラはね、俺結構強いんだよね一人放送がいかに大変か、そうだよ。もうこれね、いや、知ってたんだけどね、一人っていうのは知ってたんだけど、ぼっちなんで、ぼっちですよ。来てくれる、じゃあここに、こっちでもいいよもうコメント拾っていけば1時間あっという間だね。そうだね、まあリスナーさんがね、みんな優しいからね、歌を学んで、そう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 、ランラン頑張れ、ありがとう。あと来ないの、多分来ないね今日は。そうだね、かっこいいね、話せるなんて。いやーねー、顔でね売りたいんだけど本当はでもね、俺顔不細工だからアップにされるんでね、ちょっとね、あのこれは何のいたずらですか、ね、ショッツ
もうショッツー出すもう本当に見た今のいたずらテキーラ飲めるんだね。そう男気だね、応援します、ありがとう。そうね、なんかみんな出ないって言ってるよ今日、天休だからもうみんな出たがらなくて、でもそれじゃね、ちょっと リスナーさんに申し訳ないから、ちょっとじゃあ俺ちょっと力不足ですけど出ますって言ってちょっと出たんだけど、今日はダンカンないの。ダンカンって何、変顔したよ見えた変顔全然いけるよ、バシバシ来て番組だよ。あ、そうなんだ、偉いじゃん、ランナー優しいそんなことない、正解と。いやだからさこのちょいちょい入れてくるこの間リスナー思いですね。いやね、リスナーさんのおかげでね、パールもね結構助かってる部分って強いと思うんで、いつも本当、まあこの場を借りて、まあ、俺って言ったらあれですけど、まあ俺がね言うのもちょっとおかしいかもしれないですけど、いつもありがとうございますよ。ランナーいじられて、そうスタッフさんに結構いじられてる俺おお、かわいいランちゃんありがとう、もう応援してくれるだけですごいありがたいよ。めっちゃ喋れるじゃん。そうかな、俺全然ね、あの自分では喋れるっていうあれはないんだけど、優しそうだから、うん、いい感じだよ。本当ありがとう、めっちゃ可愛いね。いやー君には負けるよってね、ごめんね、今ちょっと気持ち悪かったナンバーは何なの。ナンバーはね、おいおい多分ブログの方でアップすると思うんですけども、ニコ生慣れてそんなね俺出てないよニコ生はなぜか出してもらえないから、そうそう、ナンバーワン鳴らせてるから、本当にもう今ねちょっと移籍してきて、まあブランクがあるんですけど、自分そうだね、ちょっといたずらばっかしてないで出なよ、ほらほらもう一人でできると、そう一人でまあ頑張るわ、生意気で可愛い、生意気なんだけどね。移籍してきて話戻るけど、結論から言うとね、ちょっと今お客さんいないんですよ私ナンバーって言ってもね、買いナンバーがすごい精一杯で今の現状まあちょっとねすごい恥ずかしいんですけど、あんま言いたくないんですけど、だんだん右目見せて、右目ね、はい見えた、フェイスブック承認ありがとう。あ、本当に誰かな、ちょっと後で見てみるわ。いたずらハート、これを機に MC になれるかも。あ、ね多分だけど、まあ正式には決まってないんだけど、毎月第4週目のニコ生木曜日でしたっけ、まあ多分 MC みたいな感じになります、自分が。だからその時はちょっとよろしくお願いしますね、皆さん。 MC いい感じじゃんか、本当に MC いいね、うまいよ、好き好き、ありがとう久しぶりに見たい。ちょっと出ます？おめでとう、ランくんナンバーはなってないよまだ久々にねちょっとナンバー乗りたいけどね、もうねパール入ってから全然だよ、もう移籍してきて、まあ自分が悪いんだけどすぐね体調崩しちゃうから、体弱いんだよね、免疫力がなさすぎて、もう自分でもちょっと嫌気がさすぐらいなんで、今日休みなのお店、そう天休なんです、天休だからね、みんなすごい出たがらないから、そう、じゃあ俺が出てやるよって来たんだけど、なんだいい子だからリスナーも優しい、そう俺が優しいんじゃなくて多分リスナーさんがみんな優しいんだと思う基本的に天休何するの。俺はね基本的にそうだな、なんかするかな、基本的でもまあお店ではちょっとまあキャラね、いろいろ多分生意気みたいな感じになってると思うんですけど、まあ飲むお酒飲めるとか、お酒強いとか、そうだね、クソムカつくやろうとか、めっちゃ意気がってますとか、そう言われるけど、まあこの場を借りてね、まあ裏のギャップって言ったらあれですけど、まあちょっと自分を出していこうかなと思ってて、そうだね、まあ興味があれば聞いてください。やっとねヘルプじゃないですけど救世主が現れてくれました。じゃあ行きますか、お願いします。今月ナンバーワンのこの人です、どうぞそう今いたずら入りましたけどね、ランランほい、
レッツさんでーす。イエーイ。あ、ナンバーワンおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今月じゃないや、先月ナンバーワンです。まだ今月か。今月ですね。ああああ、作りますよ。いいよ誰かな。レータ、レータ、おお、誰かな。レータ MC だって、MC MC って言ってたじゃん、外で見せてよ俺もうね、今外で見てたけどさ、はい、いい感じってみんな言ってなかった。いや、リスナーさんが優しいんだよ、今日。あ、本当に。はい、よかった、今日いい日じゃん。ありがとう声が、好感度ね、本当声出ないんだよ、もう、ま、結構、すごい毒舌なんで、自分毒舌なんですけど、結構ね、まあ言い過ぎてちょっと痛める部分ってあるんですけど、本当はね本当はまあでもね、あ、それか、はい、お疲れっす。そう、リンゴだよ、リンゴ。お、かわいいね、リンゴ。俺なんてね、ただのアニマルですけど出た、1位おめでとう。一人じゃなくてよかったね、ありがとう、本当だよもう、どこよ、登場から俺に言ってますよ、それドラえもんお帰りって。ドラえもん、俺ドラえもんなんだ、しかも NG ってでもね、俺ちょっと痩せたんだよ、こう見えて。ちょっと分かってくれるかな、みんな。いや、痩せたんすよ、2キロ。2キロっす。2キロ。どう、みんな。ちょっと久々に出たら、ちょっと経過のもね、かっこいいから飲んでって、このタイミングでいいよ、別に。いただきますもうね、このね、これ今ね、俺正直言うとウーロン茶飲んでたんだけど、これダメだね飲もうとした瞬間、これ渡された、これいただきます。そうそうそう、でもね、できればね、覚えてほしいからね、言うけどね、レイタの霊はね、小里縁じゃないからね。コメントで書いてくれてるけど、人弁だから。ナンバーワンおめでとう、テキーラ来ます。店に飲ませてお、ホスト今やだよ、ホスト。やだよ、今絶対見た、今のがホストだよ。ないでしょ、テキーラないもん。グイグイいやでもね、今酒焼け中なんだよ俺あ、昨日締め日だったからね。ランク前店どこ、某 A 店です。まあ前は一条っていう名前でやってたんですけど、レースナンバーワン一番しっくり、そうだ、うん、ランランのコール好きよ、ほんとに。俺のコール、ランランのコール、ランのコールあったっけバナナのやつです、それ。バナナバナナバナナ、テキーラありますよ、はいはいってやつでしょ今笑ってます、いらんよなんで笑ったの、いらんわ。どこで笑ったんすか今なんで9足したの。9足したんじゃなくて、髪が一条が最近すごい多くて、被るのが嫌いなんですよ、いろいろと。服装にしろ、香水とかにしろ、人と被るの嫌いすぎて、ちょっと一歩足したんですよ、一歩縦にね、ビビビです。レッタン、髪サラサラ、髪サラサラ、羨ましいよね、俺チリチリなんだけど。ショッツー、まだ席空いてるよ、ショッツー、みんなショッツーって呼んであげて。ほら、いらんこと書くから、余計なことって、本当にそれ作るかもよ。ほら、反応してるよ、もいたずらされてたからね、俺。髪ぐちゃぐちゃだな。でも俺、すごいね、気づいたけど、最初はね、すごい緊張してて、一人だったから、あれだけど、俺意外と一人いけるわ俺意外といけるわ。いやでもね、まあそれはリスナーさんあってのね、まああれだからね、なんとも言えないけど、本当ありがとうですよ。なんで一人いけるわ、どうかしちゃってるどうして一人の、左の人がナンバーワンなの。それはね、ホストだからねよくわかんない理由だけど、まあいろいろあるんですよ。レッサンでもすごいと思うよ、俺は。ショッツ見たい、ショッツ見たい、ショッツ見たい金髪痛む、そう、金髪痛むからちょっと髪の毛ね、黒にしたんですけど、なら髪の毛は上もちっちゃそうだね、チリチリだね。ショッツ、ショッツサカツキさん、大好き。お、好き、ありがとうございます。お、まあ、ちょっと頭が回ってないな、俺、だめあれ、あれ、わらわらわら、ああ、あのね、実を言うと俺1週間ぐらいずっと熱下がんないんだよね。お、名前変わってる。あ、こっちも2面だったんじゃない。なんか今が本当にありがとう、ショッツー、はようって。これなんかファンの人間じゃねえ、このはようって言い方さランランルー、
二人ともすっぴん、俺はね、ほぼほぼすっぴんです、今日は。いやいや、ほぼほぼすっぴんなら俺化粧しねえし。俺化粧しねえから。ほぼほぼすっぴんです。部屋飯ぐらいは分かったな、ほんとに。かわいい。レッドさん、テキーラあるってよ。ずっとこれやんもん。あいつだな、って。ショッツさんのせいだよ、今絶対。坂月エリカさん。あざっす。かわいいじゃん、なかなかいいじゃん。いや、あったね。いいよ、じゃあテキーラあるんすか。ほんとにね。ちょっと一杯だけ飲もうかな、じゃあ。おじゃあ俺も行きますかね、テキーラ。ちょっとリスナーさんに感謝を込めて。それぐらいしかね。今、何もしてあげられないんで。ほんと、いいんじゃないよ。なるべくあのリスナーさんの好き。早飯しない方が好きだったよ。ほんとですか。どっちしていいか分かんない。どっちも早飯しないから。そう、確かに。いいじゃないの。お前、うまい。もうちょっと伸ばそう、ちょっと伸ばそう、いいね。ちょっと伸ばそう、来たね、いいね、いいよそれ。いいね、ちょっと伸ばそう。さっきからね、いたずら来てるからね。お、来た来た来た。あ、あれ一杯足りない。あれ俺2杯しか運ばれてこなかった。あれ何飲んで来いからだ。何飲んだろう。いろいろ飲んだから。飲んだからちょっとも入れて。おめでとうって聞いた。あ、そうだね、1杯ぐらいいいよね、別にね。ちょっとさ、おめでとうの何かあったっけ。何かありました。あれあれ、あ、逃げた。ちょっとも飲め、来てますよ。俺って言っちゃった、ごめん。うわ、休みの日にすげえもん持ってんだ。おーい、はい、はい、かばい、かばい、イエイ。何か知らんけどおめでとうって、もう本当だよね。アンケートショットで出るか決めようよ。それいいね。一杯は許容範囲。俺ね、それ来たからちょっと言うけど、俺一滴も飲めない、実は。一滴で潰れる。ダメや。そうなんだよ。飲んじゃダメじゃん。いやね、だからまだ酔うなよ。今ね、気張ってるから大丈夫だ。さすがにこれ一杯じゃ酔わねえよ。これ結構やばいっすわ。マジで。トマジュ、トマジュ、トマトうまいよね、トマトジュース。トマト嫌いな人いる？ちなみにリスナーさんで。マジか、そう。まあね。あ、嫌いなんだ。まだ放送はだから。ダメよ、ダメダメ。もうショッツ飲まんかい。何、酔っ払うとどうなるんだろう。俺もわかんねえや。酔っ払うと、俺実はね、お店では結構酔っ払ってんだけど、気張ってるから、どうなるんすかね。きたろう、髪型きたろう。出す？じゃあ出す？こうやって眉毛がね、ないからね、うん、あれだけど、どう見える？いや、直輪はしねえよ。直輪死ぬわ、さ営業中でもやんねん。タイガさん、今日来てくれるかな。まあこうやってね、コメントバシバシ来てくれたら、もしかしたら優しいからね、二人とも来てくれるんじゃないかなっていう。来ないよ。もし見てたらちょっと来てくれないかなっていう俺のささやかなお願い。ごめん。来ないに一番かけていいよ。かけます。来ないに一番、来ないに一番マジで。ランかわいい、ありがとう。もううまいね。オラオラじゃなくて今の方がいいよ、ランさん。本当に今ね、一番くれておめえにじゃねえよ、バカ野郎。結構素だったりするよ、これが。酔ったな。早くでも。は？何言ってんの？意味わからないんですけど、俺は。そうだな、結構ね。生電話しよう。あ、生電話で呼び出すって？生電話か。生電話は多分ね、迷惑だからやめよう、それ。真剣に。寝てるから、きっと。わかんないけど。大六さんはね、営業ある日でも確実に来ないから来ないよ。絶対来ないよ。そうだね、俺ちょっとご飯行きましょうよっていう LINE をしてもスナピに電話しよう。ないから。いやー、翼さんか。うん、酒をあえて一杯で来るよね。そうだね、結構今ね、姫に生電話。多分すげえドアップになったらわかると思うけど、今俺目トロンってしてるからね。ラーメン二郎の客用も。間違いない、みんな来て。もうランちゃんいつも酢だね。酢、おぉ、酢だね。酢かな。店では多分ね、酢はね、ないよ、これ。リスナーから LINE 電話でいいじゃん。お、それいいね。いいの、それは。ちょっとやってみる。新しいね、それ。りょうくんも寝てるかな。リスナーから LINE 電話ってさ。あ、でも俺ね、あ、そうだ、俺 LINEID ね、俺変わったんだよね。携帯変わったから。あ、そうだの。そうなんです。先行ってくんねえかな、それ伝えなきゃいけないでしょ。俺今画面見て今気づいたんだけど、
だこれをね、木にね、まあ木にって言ったら、あ、まとまりがないって、まとまろ、ちょっとまとまろ、まとまろうか、一回じゃとりあえず、ショッツーが来てまとまると思うから、そうだね、2杯しかテキーラ来てないから、なんなん、ドアップ、そうだね、いたずら来たね、またね、あの、そっち見づらいから、ちゃんとコメントじゃないからね。おおおお、2人は兄弟、すごいすごい今の、おお、何今の、今いいじゃん、今じゃあるんだね、あるっすね。2人兄弟、何兄弟やの。パール兄弟、パール兄弟、お兄ちゃんと弟ね、末っ子かな俺は。ちょっとありがとう、大好き。おお、これはやっぱ出ないとあれっすね。笑ってる笑ってる、ドアップドアップアップアップ。ちょっと LINE ID 書いておこうかな、一回書いておこうか、伝えてきたら、ちょ一回ちょっと行ってくるんだよね。じゃあお願いします。はい、決めんだよ、ランランありがとうね。ちょっと酔っ払ってきたよ、もう顔赤いよ俺、やばいでしょこれ、もう分かるかな、すげえ酔っ払ってる。よっよっ、パート2、あ、いたずらばっかしないでだって、ショッツさん。いたずら良くないやっぱり。いやー、酔っ払ったわ。はい、おはようございます。改めて、坂月でーす。ね。ついでにショッツ持ってきてね。あ、ショッツさんついでに持ってきてやって。いや、ショッツさんね、この後も多分仕事あるからね。そうなんじゃないって、こっちで会話しちゃってるからね、って。早いって。よっ、ちょっとか、おはまーす、おはまーす、おはまーす。そうだね、これを機にちょっとよかったらね、あの携帯変わって元気、連絡先ぶっ飛んだんですよ俺。そうだね、結構友達少ないんで、これを機に ID 登録して仲良くしていただければ。飲めないナンバーワンになってみて。飲めないナンバーワンのつもりだったけど今。飲めないナンバーワン、去年やったな。飲めないナンバーワン飲めないナンバーワン、好き、ありがとう。お酒弱いの俺ね、あの、え、どっちが、俺がランが、あ、俺もう大丈夫よ、病み上がりってもう何年も待ってるしね。髪切れありがとう、これ染めたばっかなんだよ、これこれいつまでだっけな、27、うん、7ってか金曜日に染めたかんね。いい感じ、ありがとう。あ、ショッツ出てくれないかな。ロン何歳だっけ。え、忘れたんすか。ちょっと書いてるから。これはちなみに今年30です。30、はい、話しづらいわそれ。超話しづらい。すいません、あの今普通に言ったんだけど22です、ごめんなさい。両手でバシャバシャしたい。犬かって。犬か、まるで一番お酒弱いになる。多分今俺じゃね。俺じゃねそれ、多分俺だ。お前も弱いか。俺っすね。ほら、嘘つき。なんで俺そんな突っ込まれなきゃいけないんだよ、お前。あ、坂月誰やねん。ほら、それ、してるわ。なんか、ハエ飛んでません、ハエ飛んでません。あれじゃねえぞ。あれじゃないわ。あの、マウスのね、あの矢印が入る。意外っていうのは、お酒の弱いのがなんてことに。あー、お酒ね、お店ではね、お酒弱いんですよとか言いづらいしね。言いづらいって言いたくないよね、あんまり。俺言うけどね。俺は言うけど。ゆうき、酔っ払ってるふり、結構素だよ、これ。酔っ払ってる。やっぱ病み上がりだったら大丈夫。あ、大丈夫よ。それちょっと俺も心配してほしかったな。俺1週間実はね、俺ね、サガネイチーはね、来ないね。イチーは来ない人がナンバーワン、すごいね。ごめんなさい、なんか褒められてるのか褒められてるのか分かんないじゃないか、それ。さらすさら、ライン変更完了です。お、変わってる。お、変わった、ありがとうございます。走って抱きついていい？いいよ、お願いします。逆にちょっと抱き締めてもいいかなっつってね。バールラン、バー、ID ね。楽しい、はい、はい。は？何？バールラン楽しいってお前、んで終わってんの？何つなげないんだよ。は？笑った。ええ、今日二人だ、多分二人だね、多分これ1時間ずっと。ナチパパのブログにレーターチュコットのトッド。そうだね、なんか可愛い、はい。ん？むちゃぶり、性格良さそう。どっちが？俺は性格悪いよ。あー、あれで乗ってたっていうのはあれ、まあ、あれでしょ、前の放送した時の多分写真でしょ、おそらく。約束通り見てるよって。約束したん、誰かと。はい、誰かと約束したん。約束通り見てるよって言われてる。多分約束したっすよね。多分、いや、しました、ごめんなさい。性格良さそう。あのさ、口笛吹けるは、俺口笛ね、吹けないんだよね、恥ずかしながら。みんな歌舞伎町の近くに住んでるの。
新しいのマシュマロ系男子ってうるせえやなんか俺も結構マシュマロだよ、結構デブだよ、見とるでランちゃん、プチブエフロリダフロライダごめんみんな二人は仲いいの？結構最近仲いいと思う、個人的に。どうなんどうなんすか？ちょっと口笛でごまかされた。誰仲いいの？まあまあ普通でしょ。悪いってあんまなくない？確かに。でもうちの店がね、あの仲悪いとか。フローライダーだよ。そうだよ、本当フローライダーってほら言われてるほら。なんでフロリダってコメントしたの？あのフロリダってね、もろね、あの英語で書いてるからね。ライダーって当て字だからね。特技は？特技は俺実はね、夜中にね、夜中に口笛吹くとなんかいいよね、そういうことね。あーそうだね、ヘビ、鬼が来るって言わない？俺鬼が来るって聞いたんだけど、鹿児島に行った時来るんだ。まあいいけどさ来てもいいけどさ、なんか金運上がりそうじゃない？確かに。でフィリピンにいた時はちなみにマナナンガルっていうのが来るよって言われてたけど多分分かんないけど、リスナーさんはね。ハブに噛まれる。ハブ怖いね。ハブはやめよう。プーさん系男子かわいいね、ちょっとそれで。プーさん系男子雑誌作ろう。で女性のさ、マシュマロ系女子みたいなあのモデルはあるじゃん。でもマシュマロ系男子ってないのさ、すげえ尺なんだよね、個人的に。で作ろうよ。ちょっとモデルなりたいんだけど、ぽっちゃり。プーさん。ジン来るよ。本当にジンさん来てくれんのかな。いやこれバースデーだから。ジンが来たから。口笛吹くとジンが来てくれ。じゃあ口笛吹こうかみんなで。夜中に爪切ると親の死に目に会えないよ。ああそうなんだ。それはね、なんかそれは会っときたいな。俺のプーさん。俺のブーさんしか。ブーさんってね。ダンさん無理でしょ。太ってないでしょ。いや太ってるんだよ。最近だからダイエット頑張ってんだけど。普段は、そう、普段はね、営業中とかすごいお腹に力入れてお腹目立たないようにしてるんですけど、最近ね、腹筋してるせいか筋肉痛になっちゃって引っ込められなくて、すごい隠せないから。なんだろう、なんかさ、デブを隠せる方法とかってなんかないかな。痩せることで、まあそれはいいけど結論言われたけど、今俺もそうだけど、痩せること、そう、それしかない。結論言われたらもう何も言えないけど、沖縄いいな。あ、そうなんだ。くしぼでハブの調教するんだ。ちょっと今ね、鼻声でね、あれだけど、今俺38度ぐらいあるから。だからレッツさんのくしぼ怒ってる。あのね、自由だからレッツさんも。ちなみに多分誰も止め、いや誰だよ。取ってるよ。誰だよ。誰今出たよ。大将の見てなかったの今。誰だ今のは。とりあえず今のさ、取ってるよ。取ってる。飲んでもらった方がいいよね、みんなね。やっぱランナーって羽生さんですって。ランナーはね、羽生さんね。仕事面とかで怒ると思う、結構。将棋の人は。あ、そうなんだ。なんで俺ずっと思ってんの。お前 MC だろ、バカバカ野郎。俺 MC だったんですか、ずっと。いや酔ったよ、みんな。羽生さん、そっちかいっつってね。まあそうでしょうね、そうなるでしょうね。口で羽生さん出るのって出ねえ、出たよ今、出ちゃったよ。マッチョ、マッチョオコなの。マッチョって誰？マッチョ誰だよ。口笛吹いたからだよ。いいじゃん。そうやな。あれぐらいで済むならいいや。ショットやるね。でもショットね、多分俺勘だけど、お酒強い気がすんの。さっきから言ってるけど、なんか今めっちゃ弱いですって聞こえてきたけど、多分それは聞こえなかったことにして、とりあえずショット呼ぼうか。一回ね、ここ空いてるから。ショットいたずらしちゃダメよ。ダメダメだ。じゃあせーのでショッツ呼ぼう。そしたら多分ショッツは優しいから、ベテランだし、カリスマだから来てくれると思うから。すげえ無茶ぶり答えてくれる人だと思うから、優しいしね。だせーのでショッツ呼ぼう。せーの、ショッツショッツテキーラ持ってきてタイミング剤がうまそうで、どういうイメージだ。あれショッツ来ないね。ショッツね、ショッツ来ないね。ショッツ出なよ、ショッツ。あれ今日ってパール放送でしたっけ。ナイトチューブ放送でしたっけ、これ。あれそうだね、今日はパール放送じゃないわ。コメントがショッツ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 、うるせえな。ショッツ来て、ショッツこれ出ないと。あ、ショッツ、お来てくれるかな、ショッツ。あれでもテキーラがない。あれ、おお、ショッツ来てくれた。やったー、ショッツ来たー、ショッツ来たー。いいね、マシマシ来て。こんばんは。そろそろ CM なんで帰ります。おお
んすかこれ。じゃあ行きますか。本当に本当に行くのこれ。あ、そうしてるで。あ、はい。じゃあ、来たね。あの、やっぱね、カリスマだわ。ちょじゃあ今回の次からの CM のたびにショッツさん出るから。ショッツさん出たら CM ってことで。じゃあ、あの、CM の時にカラオケしよう。やんねえよ。いやいやいや。じゃあ行きますか。せーの、ドン。ドン。ばあちゃんの口癖、熊の御堂に蜂蜜龍馬、ゆうすけなる木に青い水木、夏木に香るにもろはの剣。ああ熊ちゃんの言う通り、ああナオピーにゃかなわない。レイさんは本当いつもかっこいいな。当たり前でしょ、私はここに通ってるのはレイがいつもかっこいいのは俺じゃない、俺のお姫様。やめられない、止まらない。 BS グループ。はいどうも、はいどうも、なんです前歯にノリね、俺ね、前歯にノリはないけど、前歯にネギならあったよ、恥ずかしいけどっていうオチもない話なんだけど、今ねちょっとスルーしてもらえればいいけど。直樹さんライターありがとう、誰にここで言ってもしゃあねえだろそれ直接言ってくれ、それは。あ、携帯入ってませんね、ちょっと今ランラーン、急いで、急いで、イエイランランルー。よし、OK。おうおう雑すぎあらま、あらま、うん、あーもうあと30分なんだね。俺多分これ一人いけますわ、意外と。じゃあ意外とさ、俺やってみようかなと思ったんだけど、今意外と一人いけますわ俺。今毎週第4週目一人でやろうかなっつってダメか、勝手にやったらなんか撮ってるけど、これえ、これなんすかえ俺、あはどうしたらいいこれ、この状況。俺、記念写真。これ多分ね、ビデオ。ダンさん、服どこで仕入れてんの？あの、ちなみにジャケットはオーダーメイドでお願いしてます。あの、被るのが嫌いなんで。で、そうだね。香水とかは、ダンバンのエクラドアルページュっていうのを使ってて、もうこれも被りたくないから、俺2つちょっとね、合成って言ったらちょっとマニアックになるけど。2つ合わせて使ってるんですけど、あのすげえ笑ってるけどあの印鑑とサインっていうのを混ぜて使ってるんですけど、すごい派手だな、でも似合ってる、ありがとう。印鑑とサイン拾いづらいんだけど、とりあえず今のオーダーメイドと、あーそうだね、でもね、すごいこれかかるよ。でもこれかかるんだけど、今パールにね、あの移籍してきて、俺お金ないからあの貧乏カストだから、貧乏カスト。豹柄好きなのでください。それはね、あの、ある程度金額使ってくれたら考えます。ムーンライトさん、そうだね。月光かな、かな、違うね。どうだ、あれね、ブラックチェリー。あ、ブラックチェリーか、ブラックチェリー。かっこよす、レイさんやりづらいわ。いや、全然やりづらくないけど、俺すげえありがたいよ。私もいいか、あ、そうなんだ、一緒だね。ランランに襲われたい。どうぞ。いいよ。一石金ない、そういうことは言えません。あるよ、あるよ、あるって書いてんじゃん。ツッコむよ、そこは。そう、このツッコミを待ってたんだけど、今移籍金、そうだね、移籍金出ます。移籍金は一回こっち見て、これ、ツイキャスやってんだダブル放送、ツイキャスもやってツイキャス、まあ、いいよ、別に、みんなどんどん見て。やっぱね、カリスマだから、俺一人でやるから、なんだろう。いいよ、どんどん来てよ、もう。まあね、移籍金はね、あるけどね、やっぱね、それはね、あれだけど、ランナーに押されたい。だって、襲ってきない、今。いやー、じゃあ、バリアで待って。使っちゃった。ちょ、拾って。
すげえ怪我したから今コメント伸びないね。リスナーさん伸びないですね。そう、来てんじゃん、めっちゃ来てんじゃん。え、何してるの今、ツイキャス撮ってた。ツイキャス、そう、ツイキャス撮ってた。ちょっと更新されてない、ね、コメント更新されてない。レッツさん、何してるの。え、ニコノマ出てるよ。ほい。ダブル放送、ダブル放送、そうだね。ニコ生のニコ生、うん、そんな感じ。ヒョウ柄、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 おい、飲まんかい。バリアンで待ってる。あ、ちゃんと突っ込んでくれ、ちゃんと突っ込んでくれてたもんね。ありがたいじゃん、ちゃんと突っ込んでくれてたね。休み何してたの。休み何してた、え、どっちに聞いてるのかな、それは。どっちの休みの事情を知りたいの。俺はね、基本的に、まあ、まあね、多分お店来てる人はあんま想像つかないと思うけど、俺結構小説読んだりとかしてる。マジで。え、引いてますやん。いや、あの、意外すぎる。あのキャストですらも多分分かってないと思うけど、俺意外とネクラだから。結構2連休何するかね。ヨガル好きな私にはたまらん、ありがとう。よかったら指名してください。でも小説面白くない。小説面白いですよね。なんて言うんだろう、計算、結構俺計算するから性格悪いから、計算、頭笑ってるけど、頭の回転をね早くしないと、このセリフが来たらこう言おうとかね。私と遊んで誰に言ってんの。私は、いいよ。今日1日目だね。ニクラ引きこもり、引きこもりだよ。引きこもりだよ。なんならね、なんだろうな、誰も誘ってくれないから。結果的にそう、休み1日目そうだし、ね、遊んで欲しかったらね、ランにメールして、メールしてください。まだはね、暇人の相手していただければ全然ありがたいです。ドラマ見てるよ、最近超見てるよ。ランランのキャラ好きだわ、本当に。キャラね、お店でのキャラかな、それとも今素なんだけど、どっちがいいかな。なんで俺出てるからかな。絶対ファーストクラスとか絶対言うよね。見たよ、見てるよ今。ファーストクラスって何。ファーストクラス、サワジリのドラマです。あ、そうなんすか。そうですよ。あー、それ多分見てると思う。まあ、でもちょっと録画 してなかったから、あれ後でツイキャスしよう。リキさんがファーストクラス予約してたから、今ビータに落としてもらって。セーター通知しといた。お、本当に通知しといたら何。あれはおもろい、あれいいよね、最高だよあれは。そう、こっちがいいと思うよ。なんか内容大して覚えてねえけど最高だよあれ。女の可愛い女の子いっぱい出てるし、まあ、確かにね、ドロドロしてるけどね、かなり。明日ドロドロしてるってのは、そうそうそう、ほんとドロドロだよ、あれ。あれ見て、マジで女って怖いなと思ったね。俺見てないべ、お前。見てないぞ。あれね、超怖いよ、女って。マジ女。沢尻はやっぱりパッチギ、いや、1リットル涙だろ。いや、ヘルダスケルタも良かったな。ああ、いいっすね。ほんと。あれ、つい最近見たんですよ。ないの、時代遅れながら。時代遅れすぎるだろ、遅れすぎてお前反応するよ。めっちゃ可愛かった、信長のシーンで。あ、いいねいいね。ヒョウ柄の袖だけでいいんでください。いいよ。そんな、いいよ。それ、そんな、どういう反応するの。そんな怖いよね、ほんと。1リットルの涙の時のサワジリが好き。あ、マジで俺、いつも、どんな時でも好きだけど、俺は。自分といえば、何の話だろ。自分といえば、多分俺は結構性格悪いし、鬼畜だと思う。動物に例えるなら、猿。サワジリ以外誰が好き。あ、俺が。すげえあっさり流されたけど、十条蘭といえば、鬼畜ホスト。で、リスナーさんに聞こう、十条蘭といえば、なんだろう、鬼畜。鬼畜、鬼畜です。そうですよ。性格悪いんだよ。性格悪すぎて、そうだね、まあ解明したんだけど。自分好き、自分好き、あ、そうだ、自分大好き。ランランは鬼畜、そうだよ。ランランのタイプは、ランランのタイプは、目移りせずに、なんだろう、自分の限界を超えて尽くしてくれる。ランと言ったら生意気。まあ確かに間違いはないけど、サワジリ以外誰好きだろうな。サワジリ以外誰が好きかな、俺。
お母さんはやめんかい。誰がデブよ。パールでは優しいキャラで、だって、お前。優しいんですかね。そこで優しいのかな。自分で性格悪いって言ってる人ほど優しい。やめろやめろ。やめてくれ。俺は性格悪いんだ。坂月玲太といえば、ケロッピ。ピカチュウ。プーさん。それわかるわ。あ、ナッツさんに目移りするっていうね。あ、まあ確かにナッツさんはイケメンだもんね。うん、ほんとだよ。お互いのいいとこ、お互いのいいとこね、レイツさんにさりげないね、優しさがすごい。わざとらしい優しさって。何をしたいってランナー。正直。坂月さんといえばピカチュウ。ピカチュウかよ。あ、来た、ケロケロケロッピー。どういうことだ、これ。え、しかも、なんで来た。来て。すげえ、みんながナッチさんに目移りするって言ったらナッチさん来たよ。風呂入ってきたよ。めっちゃ寝ましめっちゃ寝ましなんだけど。すげえ、なんかめっちゃ集まってきてくれた。ナッチさんです。ナッチさんです。おはよう。え、玉木も来た。ナッチ、りょうさんも来たよ。あっつ。あテリー。おい、ブラス。じゃあ3人で今温泉行ってたよ今。え、風呂上がり。サウナ行ってきた。超気持ちよかった。めっちゃ風呂上がり感あるもん。超風呂上がり感あるもん。クールなさ。めっちゃスースーするシャンプーで洗ってきたから。夏さん、みんな待ってますよ、夏さんのこと。おい、イエーイ、イエーイ。CM としては、それりょうさんでしょ、それ。やっぱ体凝ってってる。風呂上がりは完全に。たまちゃん、お、たまちゃん。たまきがさ、どっかに靴下入れてるから、靴下いっぱい。汚ねえよ。汚ねえよ。片方だよ。片方ついてます、片方。人工密度。大集合だ、そうだ、大集合だね。俺どうなることかと思った、一人で。お前の嫌いの入り方すごい。いやいやいや、俺2週間前ぐらいからずっとお前一人だよって言われ続けて。すげえな、お前の通常営業感すごいな。スウェットすぎるだろ。相場スウェットすぎんだろ。俺めっちゃスウェットだから。いやいやいや、りょうくんかっこいい。お前まだ普通だもんね。まだまだ普通だもん。寝巻きにしちゃっていいかな。いやいやいや、シャンプーの匂いしそう。確かに風呂上がりっぽいから。ウーロン茶飲もう。風呂上がりのウーロン茶。コーヒー牛乳しか飲めない。めっちゃうまい。コーヒー牛乳。え、あ、すいません、アイスもらいます。休みだし。いや、めっちゃさっぱりしたね、今日。超気持ちよかったわ。完全風呂上がりだよ、これ。ナイス休日。足も安いだろうな。うん、足も安いわ。休日どころじゃなかったよ。足も温泉行こう。足も温泉行こう。気持ちよかったっすね。緊張しすぎて俺ずっとトイレこもりっぱ、こもりっぱなしだよ、ずっと。おっ、おぞーす。おほー、やったじゃん。おぞーす。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん。お前、なんか玉木がニコ生出るっつってて、家でめっちゃ愛用してファンデーションしてた。言ってたんだけど、お前、銭湯行くぞ。まあもう意味なかったっすよ。気合い出たの意味なかった。アイロンの意味を全く意味ねえじゃん。化粧する最中にパールが大好き。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そんなリスナーさんが大好きです。たまちゃん、すっぴん。すっぴんです、今日。ナチパパ、パパ、え、おやすみ。拾っちゃった俺。風呂行くって言ったじゃん。温泉行ってくるって言ったよ。俺の漏れてる斜面見た写真。あれすごいいいよね、あの写真。みんな砂感じがいいね。初回のリクエスト半端じゃないやろ。ついて古虫盛りすぎて。何してる、遊んでたの。来てます。お風呂入ってたよ。戯れた砂の砂感じがいい。でもね、ショッツが足りないんで。ショッツが砂感じがいい。見た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 。え、そっちのところは行ってたんすか。そう、メンズサウナ。メンズサウナ行ってたんすか。てか、俺もう2回行ってるからね、今日。地元のやつ遊んでて。何サウナ行ったん。2回遊んでて、サウナ行こうっつって、サウナ行って、はい、で超快適で、帰ってから、いや、めっちゃ快適だったんだよ、実は行くみたいになって。で、また2回やって。2回目。そろそろ定員に覚えられるやつや。マジ行きたかったな。うち、一緒にお風呂入ろう来てます。いいよ。メンズサウナだよ、メンズサウナ。楽しそう。パール楽しいよ。玉木包茎だったよ。やめてくださいよ。火星人っすね。火星人っすよ、火星人。それダメっすよ。
言っちゃダメなやつ完全に人間じゃないっすよ、僕ら言ってなんでお前否定はしねえんだよ、そこだよ少し否定しろよ、お前嘘つけないっすよありのままありょうさん、ありょうさん、クリームクリームクリームさしかもりょうさん、炭入ってんのにさ油よ、ほんとに爪入ってんすか？ガンガン入ってるから黒い爪壺でしょ壺でしょもう黒い爪葉っぱだよ黒い爪めっちゃ入ってるから NG コールですよ、NG コールサイバーがイケメンに見える。あ、俺風呂上がりの方イケメンなのかな、多分風呂上がりイケメン風呂上がりイケメンだ寝巻きの方がかっこいいんじゃないの俺のハワイアンスタイルだよ向いてあげる向いてあげるいらないよ、マジでやったじゃん火星だろ、本当に地球人の地球人火星人ヒョウ柄目立つよ、ちゃんとそう、ちょっとね、もう、明日からそれでいじられる。ライアンに聞き出してない。ライアンに違う。7割が高い。もはや名前も違うじゃん。あれ名前あの量だっけ？名前はそう。あの、ライアン ID 絶対。俺のライアン ID 違いますね。はい。俺、ジャンの ID 誰のライアン ID これ。誰のパールドット4だよね。パールドット4。うん。りょうくんはいつでもかっこいいよ。ありがとう。あ、たぶきも乗っけてもらえばいいじゃん、ライアン ID。俺、目悪いよ。あ、ぜひ。食べてください食べてあげる、あそこ残念ながら俺も被ってたけどねいや、俺やってくれよ質問抜けてそう、人数増えたよ、もうみんなのおかげうわ、玉木ファンがいるえ、ずっと最初ライン一人やったの一人でやってて、レッツさん来てくれみんな超優しいじゃん優しいよねまあ、俺らも優しいけどな自分誘ったんですけどねなんならえ、ありがとう行きましょう、行きましょう俺風呂入ってて、風呂入りに行っただけだよ来月から彼女募集できるのりょうさんに言ってんだまた彼女募集してないよ、今もうだってプレイヤーだからねじゃあ初出演おめでとうえ、俺初出演なわけではないよおめでとうないやいや、ありがとうまあ、偉いね、休みの日に一人でしかもめっちゃマジだもんな、お前服装とか本気じゃんジャケット着ますよ、休みの日俺今日、一日中俺ずっとトイレこもってたんですけど腹痛いっつってそれは嘘やいや、ガチガチだってお前フィリピン帰るって言ってなかったいや、言ってないじゃん休み、フィリピンなんでこっちにやめてよちょっとめっちゃ痛いなって辛いな、これなヒョウ柄初めて見た、ほんとに風儲けみたいな顔してるよねいや、なんでアイロンもかけてないんだから大好き、かっこいいお、誰がこの間、じゃあ頑張って、ありがとうシャットダウンしちゃったもんねそう俺らも20分ぐらいなんかメスラックルとか見てたよね自分来た瞬間ですよランランメガネかけてだって、はいえ、俺メガネ似合わないんだよもう見えないよ、俺違うがどう怖いよちょっと反応欲しいな反応これ一旦 CM でーすここで CM で CM です一旦 CM でーすせーのドンワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター出るって約束したでしょ本当だよねテキーラ飲んでないからさっきランナのあ、ランナのメガネかっこいいって本当にありがとうえ、ショッツ出ないんすよちょっとうわー、世界やべえ。やばいでしょ結構どっちやべこれ世界やべえ、世界やべえドキッツえ、結構普通だったんですけど俺チリペだろお前カバン何入ってるんですかカバン何入ってるほら、玉木ちょっとテキーラ飲めし財布しか入ってないオフ感半端ないだってオフだもん今日店休みだよ休みっすかねそりゃオフですなあ、米拾い上手になったらエラーズもありがとうありがとうございます
目悪いんだね、目悪い、めっちゃ目悪い。りょうくんのメガネかっこいい。おぉ、ありがとう。たまきメガネかけるすげー、やばいっすね、メガネ。なんか目悪いもんね。もと韓国人やっちゃった。一回かけて、一回かけてよ。韓国人かけて、ほんとに。だって、たまきとりあえず靴下一足になるんですよ。左足休みでしょ、からはね。なんでロッカーに入れてんの、靴下一足になるアニョハセヨアニョハセヨチョヌーン、たまきゆみなグイグイ本当のやつだ。若干お前勉強してんだよ、お前。韓国行ったんですよ。覚えたの？覚えたの？自己紹介だけとりあえず玉木の名前です。玉木今日でもオフの割にみんな見てくれますね。うん、4,800円。今日あれしょ、うちが出る日じゃないじゃん。そうです、もともとフリスクさんのラン。そうだね、あのヒョウ柄は今日ちょっとめっちゃ気合い入れてきたの。俺一人で出るから緊張しすぎて最初めっちゃ噛んだんだけど、タイトル間違えたんですよ。緊張しすぎて。どういうことですか？何と間違いですか？パッパラパーって言ったそれ。ほら、かけたよ。あ、結構滑ったけどね、今ね。かけたよ。こうやってね、もう。たまちゃん、意外と腹筋あるんだね。そうなの？胸筋じゃないですか？腹筋です。胸筋？ちょっとまだピンピンしてるよね。ピンピンの俺だね。ああ、かっこいいかっこいい。いいですか？お前似合うの？何でも似合っちゃうっす。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、じゃんじゃん、もう、じゃん。ウーロン茶グイグイされたんだよ。腹パンパンになったわけです。パンにハムをパンにハムを挟むにだ。フエツキの足、あ、フエツキさんは多分4回今月放送したからないんじゃないかな。多分そうっすよね。そういうことです。だから俺らちょっと臨時で何がラン、そのダサい服も米何でも似合っちゃうんです。そうそうやな、ください な、俺姉ちゃんみたいな。姉ちゃん姉ちゃん姉ちゃん、あ、お姉ちゃん姉ちゃんいんの？え、姉ちゃんいないジャンコ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 ジャンは俺本名です。あの、フィリピン人なんで俺ジャン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 なんでもない。いやいやいや、フィリピン人に届けんなよ。さすがにフィリピン人見てねえだろ。ジャイコ、ジャイコじゃねえよ。じゃんね。じゃんこ。ランがニコ生の嫌われ者からコミ拾いで人気で始めました。お、よかったよ。おめでとう。おめでとう。めでたいっすね。めでたい。りょうちゃん飽きないで、だって。飽きてないよ。やっと脱水症状治ってきたんだけど。確かに。なんか、ナチさんが来ると絶対ナチ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 っていうコメントが多いですね。なぜか、拾いづれ。めいちゃん、お姉ちゃんおるの？真ん中だけ店違う目、確かに。てか、多分こいつだけだよな。結構、あの、店でも浮いてる。実際ホストからすげえ出してくる。 LINE 多分全員合ってるよ。 LINE しな、みんな誰かに下げて。ナインのお姉ちゃんになりたい、本当は弟にして。主婦の私です。あ、時間ネタに変え。おう、ラインしな。うん、ラインする。ラインして。ホライズンだね、真ん中のやつって。たまきゅう、主婦の私です。え、久しぶりファンが多いね。サンキュー、ナッサー。おれナッチファンが多い証拠。ナッツさん来てから俺のファン消えたっすわ。俺のファン消えたっすわ。お前のファン多分あれだよ。ナッチさんのファン、もともとナッチさんファンだよ。え、ナッチさんのファンだよ。マジでみんな。そう、いないからとりあえずランに行った。妹になりたい。いいよ。ナチファンです。こんなにボサボサなのに愛されてんだ。ボサボサで愛されてたら決めてる時どんなの。まずはのメキシコ先生。お、オランダが。おお、あれオランダ、あれオランダ、オランダかけてる。ブラジルさ負けたら超面白かったね。いや、昨日見てました。あの PK ですね。 PK 俺も見てたけど、ちょっと。え、今オランダとメキシコでしょ。今そうだよ。マジかよ。しかもさ、オランダ先生でも後半じゃね、時間的に。一時キックオフしてっから。レーター当たりナチファンだから、なんで遊んで。おお、そうだ。おい、だろだろとか言って。腹黒いっすね。腹黒い人もいるんすね。すげえショックだよ、俺。塩対応だよ、何でもいい。ワールドパルルよ。パルル。ナチファンです、ありがとう。いた、いてくれた。ありがとう、めっちゃ嬉しいわ。真剣に。え、コメント消えた。今、後半6分ぐらい。あ、まだ全然わかんないね。笑顔かわいい、誰の？
本当だ、先生してる笑顔が。なんで遊ぶな。ありがとう。いや、いいよ、全然遊んでくれて、でも笑顔かわいい。おちょくられてますよ。いや、でもだいぶね、リスナーさんのおかげで助かったよ、結構。めっちゃ笑顔。プレゼントも上だよ。めっちゃ人気だったよね。よさ、キス顔。超コメ走ってた。いい人じゃなくても。この店の人、キャバクラ来てスカートめくりやがって。そうなんだ。なんだな、お前だろ。いやいや、俺キャバクラ行ったことないんすけど、連れてってください、逆に。フィリピンパンしか行ったことない。自分の国の、国の。え、何これ、めっちゃいじられてんじゃん、俺。あ、初見だ。初見さん、いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃいって。今日5000いっちゃったね。いっちゃうね、これ、5000。全部初見でこんなラフな感じで。ランラン頑張って、ありがとう。ランランルン。ガンガンルー。ああ、サイバか。俺じゃねえよ。サムちゃん。ああ、サイバか。俺かもしれないわ。ランラン頑張って。頑張る。もう俺、声枯れてきたわ。やめましょう。たまちゃんってなんかないの？なっちゃん呼ばれてる。なんかな、呼ばれるだけ呼ばれてるけど。初見さんいらっしゃる。初見って言え。初見さん。いじられてるわ。メータン、タマちゃん、ランランな治療、みんな大好きすぎるから。いいよ、言わんで。結論な、そこな。結果それな。注意しなんで、しかも俺が注意しなきゃいけないんだよ。いいや、休みなんだから。ランラン、テキラ行こうか。俺さっき言ったやん。いいよ、別に。テキラ持ってこんか。あ、でもショッツも一緒に行こうんだったら、それならね。直した。ショッツ、今ね、振られてこないから絶対安心してるから、今。正座しだした、正座。はえ、シン、セントセイヤ引いた。セイザちゃんと、そう、かわいい。セントセイヤじゃねえか、セントセイヤ、セントセイヤ。ナッチ大好き、りょうさんかっこいい。なんでセントセイヤ引いたの。ナッチナッチナッチ、パズドラの話だね。ショッツパズドラじゃん。ショッツ、ああ、やってない、やってない。ショッツ返して。ダブル出すんだったら、今回あんまりいいやつ、いい強いやつなかったもんね、コラボガチャ。ダブル出してんじゃん、あの人。他ネタ拾わくなったら、ごめん、飽きたわ、ちょっと。新鮮なのちょうだいよ。大丈夫だっつって。ピン。あれ、それ、カバンのやつです。それ、なんかするんですか。このメンツなら、ヒゲは大丈夫。で、冷静に3000しかあるんだよ。どんだけ文句あるんだよ。そんな、そんなに。ヒゲ離婚しようなっちゃう。え、離婚振られた。離婚。コクラズしてる。コクラズしてる。離婚で呼ばれて帰ったら話そう。結構早かったな。即決できるものじゃない。セイントセイヤ歌ってって。何だっけ、セイントセイヤ。セイントセイヤー。さあ、さあ、さあ、もう終わったね。あっという間だね、みんな。なんか言うことあったっけ。なんかあった？7月3日オーナーのバースデーだよ。自分もっすわ。自分も誕生日っす。あ、お前。来月9日。あと、ジェイさんのバースデー。そう、来月誕生日よからね。僕は毎日がスペシャルだから。そう、なんなん、一人で。そうやな。ありがとう、みんな。間違いないです。リスナーさん、ありがとう。オーナーどっちも行ってもいいな。バイバイ。またね。ドン。でもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面を睨め、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。